プリモデリベイラ国王アルフォンソ13世と共に、ミゲルプリモデリベイラは、スペインの軍人、貴族であり、1923年より1930年まで、スペインを独裁的に統治した。スペイン国王アルフォンソ13世からは、世のムッソリーニと呼ばれていた。プリモデリベイラ家は、カディス県ヘレスデラ・フロンテイラーの名家であった。彼の叔父であるフランシスコプリモデリベイラ将軍が、 1878年に第二次カルリスタ戦争を終結させた校により新設されたエステイリア公爵に助せられた。このおじの死後、ミゲルが第二代エステイリア公爵となった。第一次世界大戦後、スペインの経済は落ち込み、労働運動が先鋭化し、カタルーニャ地方やバスク地方では、自治、独立を求める運動が活発になるなど、経済的、 政治的な危機を迎えていた。1920年からは、スペイン領モロッコにて、ベルベル人のリーフ族による反乱により、第三次リーフ戦争が始まっていた。1923年9月12日、こうした状況を打開するために、バルセロナ総督であった、プリモデリベーラは、軍部や教会を中心とする大都市所有者層の支持を得て、クーデターを成功させた。その後、 内々に、クーデターの承認を得ていた国王アルフォンソ十三世より、首相に任命され、軍事独裁政権を樹立した。プリモデリベーラは議会を解散して1876年憲法を停止し、言論統制を行って、その独裁体制の強化を図った。また、労働運動に影響を与えていた哲学者、ミゲルデ・ウナムーノをフエルテ・ベントゥーラジーマに監禁するなど、労働運動と、 地方自治運動を弾圧した。ナショナリストとして国家の強国化を目指しており、低金利政策を採用して中産階級の生活水準の向上を図り、公共工事を行ってインフラを整備するなどした。また、封建制度の残死である貴族の特権の制限や軍の改革などに取り組んだが、それにより彼らの支持を失った。しかし、その奉満財政ぶりから、 国の財政が破綻寸前に陥った。1926年に議会を復活させ、クーデター以降、軍人が占めていた地方の知事に文官を任命するなど、情報を強いられた。1927年に支配政党として愛国同盟を結成し、手本としていたベニート・ムッソリーに率いるイタリアのように、一党独裁制を確立しようとしたが、1928年より、 ペッセタの下落が進んだことなどで国内経済の不況に追い込まれ支持層であった軍や地主、資本家からもリベーラを見放すようになり数回プリモデリベーラ政権を打倒しようとしたクーデター未遂も起きている2回目のバルセロナ万博がなんとか開催できた1929年に始まった世界恐慌の影響がスペインにも押し寄せると通貨価値の崩落から リベーラの経済政策は行き詰まってしまう。ここに来て1930年1月、アルフォンソ13世がリベーラに退陣を迫り、健康の悪化を理由に失脚した。その数ヶ月後、亡命先のパリで死去した。息子の第3代エステイリア公爵ホセアントニオは、後にファシスト政党のファランヘ党を結成した。ありがとうございます。